クルサードは16世紀から19世紀にかけて流通していたポルトガルの金貨及び銀貨の名称である。中世ヨーロッパでは金は銀よりもかなり希少であったため金貨もわずかしか流通していなかった。ヨーロッパの金の多くはサハラ砂漠より南のアフリカ大陸からの交易路でもたらされていた。ポルトガルの海上進出によって15世紀初めから アフリカ沿岸を経由して、インドへの海路の開拓が進められた結果、ポルトガルのシトリスボンはこの時代の金鉱駅の中心地となった。現在のモーリタニアの西岸に位置するアルギン島の交易所で得られた大量の貴金属がポルトガルに流れ込んだ。このことでポルトガルは自らの金貨を鋳造し、それは広くヨーロッパ全域で用いられた。 ポルトガル王のマヌエル一世の時代に鋳造された、クルサード金貨最初のクルサード金貨が鋳造されたのは、国王アルフォンソ五世時代の1457年であり、名前の通り、理面はシンプルな十字をあしらっている。金の含有率は1000分の989であり、これは、当時のイタリア半島諸国で鋳造されて、国際的に流通していた、ドゥカート金貨との競争を意識したものだった。 リメンの十字架は、オスマン帝国に対する十字軍に加わり、コンスタンティノープルを解放するという教皇カリストス三世の訴えに対する回答の一部だった。1458年の教皇の死によって、軍事計画は放棄された。アルギン島からポルトガルに流れる金に、裏打ちされた通貨は、80年以上にわたって、ポルトガルの主要な商業通貨となり、 キリスト教世界だけでなく、イスラム教世界でも受け入れられた。アフォンソ5世の知性では、クルサード金貨は253レアルの価値があった。1472年には324レアルになった。1489年、ジョアン2世時代は380レアルの価値がありました。1496年、マヌエル1世時代では、390レアル。 1517年は400レアルの価値があった。その鋳造は1555年に終わったが、安定した通貨として人気があった、クルサード金貨は、ポルトガルイーザの名で、ドイツでも宝品が鋳造され、北、ドイツやバルト海沿岸地域で流通していた。ジョアン五世時代のクルサード銀貨スペインとの同訓連合が続いていた1580年から1640年の間に、 ポルトガルの国力は打撃を受け、リスボンは巨大商業都市としての地位を失っていた。ポルトガルの再独立によって即位した国王ジョアン・ヨンセリは1642年にクルサード銀貨の鋳造を開始した。かつてのような金の流通に対する支配力も失っていたためである。その価値は400レアルと定められた。アフォンソロクセイチカの1663年3月22日の 法律により、銀貨の規格は改められ、重量が25%を削減された。新しい銀貨は、重量は 17.9g、直径は 37mm で、表面には、ポルトガルの国章をあしらい、その周囲にアルファンスブス6、DG レックスポートベガーリー、という名が刻まれていた。裏面は十字をあしらい、名は、 インホックシグの便室だった。ペドロ2世時代には、金貨と銀貨の摩耗を回避するため、従来のハンマーによる成形に変わって、より洗練された機械的な成形法が導入された。1688年8月4日の法律により、その価値は480レアルに変更された。摂生ドンジョアン時代の1808年に製造されたコインは、 理面の綴りが誤って、バイニックスとなっていたことで知られている。ポルトガルでの重心メートル法の導入に伴い、通貨体系も整理されることになり、女王マリア2世地下の1835年、クルザードの造兵は停止された。ありがとうございます。